間を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造者ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は熊本くまモンポート八代っていうところで開催されている KCM フェスティバルっていうところに来ております。というわけでこんな感じ、まあ、ジャンル的にはオールジャンルっていう感じですね。アメ車結構多いかな。というわけで今回こちらボンドグループ出展してるわけではないんですけれども、非常に仲良くさせていただいているグランツコートさん、もう九州の超有名ショップですね、グランツコートさんが出展されているということで、こんな感じで車なんと今回6台展示車両何台かご紹介させていただきたいと思います。こちらがアーバンのエアロキッド組んだディフェンダーでございます。あのボンドでも過去にアーバンのディフェンダー制作させていただいたんですけれども、またそれとちょっと違った感じで仕上げられてます。というわけでフロントにアーバンのエアロもついて、ワイドボディになって、あの昨日ちょうどノーマルのワンテンと並んでたんですけど、だいぶワイドになってるんで車は相当でかく見えます。そしてホイールはアーバンのホイール、このアーバンのホイールかっこいいですよね。今回は22かな、はい、純正のオプションのサイズ22インチのこちら。そしてこのサイド、アーバンのパーツ結構単体でも取れるんで、ボンドでも非常にこの辺サイドとか、この腕式のサイドステップ、あと今回の車はなんと上にライトもついてるということで、もうほぼほぼフル装備、ほぼほぼじゃないな、全部フル装備ですね。そしてなんとですね、こちらの車 V8 カルパチアンエディションということで、もう車も激レア車です。そして後ろもこんな感じでワイドになってて、大人気の背面タイヤカバー、そしてルーフスポイラー、そして V8 なんでミルデックとのコラボのアーバンのマフラーもついてます。この泥除けもだいぶいい感じですね。フルフルに仕上がったアーバンの外装コンプリートディフェンダー展示しております。さあ、そして続いて紹介するのがこちらの新型レンジローバーでございます。こちらもなんとアーバンのエアロキット全部組んだ外装コンプリートでございます。しかもワイドボディで、これなんと日本1号車でございます。すげえ、むちゃくちゃかっこいいっすね。グリルもアーバン、ボンネットのレンジローバーエンブレムもアーバンで、グリルちょっと僕あの初めて見たんで知らなかったんですけど、少しこう飛び出る感じなんですね。だからすごい立体感がある。そしてバンパーはこの中のインサート全部カーボン、そしてリップもカーボンということで、めちゃくちゃ高級感がある。そしてホワイトボディということなんで、ただでさえでかいレンジがさらに、結構横つるんとしたボディなんで、このフェンダーが出るだけで結構印象が変わるんじゃないかなと。はい、そしてホイールは AG の22インチ、多分レンジの一番大きいオプションのサイズが22じゃないかな。というわけでタイヤは多分純正流用で、こんな感じですごいスマートに履きこなされております。これなんとグランツコートさんのデモカーらしいです。そしてサイドもこんな感じでカーボンのインサートがついて、電動サイドのこのステップは純正オプションですね。というわけでこんな感じで仕上がってると。そしてリアもこんな感じで AG のフローティングタイプのキャップもついて、で後ろこの US だとマーカーになるのかな、ここにアーバンのエンブレムもついて、リアはこんな感じ、トランクのスポイラーもついて、ルーフのスポイラーかもついて、下側もこんな感じでアーバンのディフューザーがつく。そしてマフラーカッターもアーバンになってるんで、アーバンロゴがで、レンジマフラーがこう見えにくいデザインなんで、こうマフラーが見えるようにするだけでリアの迫力は全然違うんですよ。そしてリアのこのエンブレムも、レンジローバーエンブレムもアーバンになってると。これはすごい、初めて見ました。さあ、そしてもう一台紹介するのはこちらのレクサス LM で、これは何をしてるかっていうと、なんとラッピングで色替えをしております。あの LM って確か3色ぐらいしかないんですよ。白、黒、シルバーしかないんですけど、こちらの車は
ガンメタ、しかもマットのガンメタになってるんで非常に目立つ。でしかもすごいのがグランツコースは自社でラッピング全部施工してるんで、自社でこんな感じでめちゃくちゃ綺麗に施工されてます。というわけでこの複雑な造形のバンパーもキワキワまでめちゃくちゃ綺麗に張り込まれてます。やっぱり九州でもラッピングとかプロテクションめちゃくちゃ需要が多いみたいです。でグランツコースさんはあのディーラーさんの仕事なんかもしてるということなんで、まあ、非常にクオリティが評判いいみたいです。というわけでミラーなんかもこんな感じでフルラップ、マットいいっすね。レバー、そして足元はBC のホイールなんでフルオーダーの21インチかな、はい、こちらで、こちらの LM なんとグランツコースターのデモカーということで、今回はドア外まで、ただベースカラー、元のカラーが黒なんでそんなにこう中貼ってなくても目立たないかなっていう感じはします。ただ言っていただければ多分中も全部施工できるんだと思います。あ、ドアノブとかもめっちゃ綺麗に貼られてるっすね。さすがでございます。トランクもめっちゃ綺麗に貼れてるんですよね。こういった際まで綺麗に施工されてると、まあ、他にも本当は奥にも車展示してて穴開き開いた F8 が展示される予定なんですけども、ちょっとですね代表の吉水さんがあのまだ到着してないということで、それ紹介できたら紹介したいと思います。さあ続いてこちらはウラカンテクニカでございます。こちらカスタマイズしてある車両ではないっていうことなんですけれども、フランツコーツさんの方でマットのステルスタイプのプロテクションフィルムを施工されているそうです。というわけで結構あのプロテクションフィルムって厚みがあるんで施工大変、特にこの造形の車だと多分かなり大変だと思うんですけれども、すごい綺麗に貼られています。こんなキワキワまで。というわけで元々の赤がマットの赤になってると、でプロテクションなんで、まあ、外側だけドア内なんかははいそのままですけど、こんな感じで一周全部このテクニカの複雑な造形のリアバンパーもめちゃくちゃ綺麗に貼られてると。で多分会場で唯一の裏感なのでめちゃくちゃ目立って、さっきなんかあの写真撮影会みたいなの始まったぐらいなんで、まあ、非常に目立っております。さあそしてですね、登場が若干遅れましたけれども、遅れた、いや遅れてない、遅れてなかったです、はい、というわけで代表の吉水さんが搬入した車がこちらでございます。フェラーリ F8 スパイダー、こちらなんとノビテックのダウンスプリングでローダウンと、アナーキーのレトロシリーズ RS1.2 かな、2ピースのこちらの単造ホイールが装着されていると。めっちゃおしゃれ。さあというわけで今回は熊本熊門ポート八代で開催された KCM フェスティバルっていうところイベントの様子をお伝えしました。まあ、これからイベントシーズンなんで今後もいろんなイベントのイベントレポートをお届けしたいと思います。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。